俺の股間は AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ、また来ましたよ。はい、ね。配布が来たんで、それについてまとめていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあね、メールの方に届いたっていう感じで、まあこういう具合でですね、NGP 専属マンドの、まあ、先行体験イベントのミッションですね。一つ目がログボで、二つ目のやつ。二つ目は120金券使えとか、まあ鈍活しろってやつですね。はい。三つ目は僕がこの間当たりました。そう、当たったんですよ、この間。まあ小屋行動運営の方から DM 来たんですけれど、NGP パック当たりですね。投稿イベント。Twitter にまあハッシュタグつけて指定の画像を添付してから投稿したら、まあもらえるっていうイベントがあったんですけれど、まあそれ当たったっていう NGP パック、まあ5つですけれどもらえるですね。で、まあ、こんな感じで来たっていう風になってます。いや、でも NGP パック、8つは普通にうまいよね、これ。ね。いや、これうまいわ。普通にうまい。美味しいイベントですよね。早速、ま、開封していきましょうか。NGP パックの方で、ね、開封しましょう。こちらですね。8つ。なんか出らんかな。この間の方も、ま、まとめたと思うんですけれど、まあ、機関 Z とか大量子とか入ってますんで、割と美味しいんですよね。あげますよ。出ないかな。まあ、出ないよね。一応、ま、自分のリスナーさんで、機関 Z の方は当てた方いらっしゃったんですけれど、大量賞は今のところ見てないんですよね。まあ、普通に栄光勲章とかももらえるから、まあ、美味しいイベントっすよね。まあ、NGP のマントのイベントの方ですね。もう少しいろいろ、ま、開催されると思いますので、まあ、もしもですね、まあ、マント欲しいなとか、いろいろ特典欲しいなって人は、まあ、僕も動画出すと思いますし、まあ、メールとかね、小屋行動運営の、ま、公式 Twitter の方とか確認して、ま、いろいろ見ていくといいと思います。プラスなんか、荒野スペシャル精鋭部隊第2弾みたいな、来てるんですよね。フィードバックコーナー。これなんか、返事があるやつでしょ。ね、返事してるやつや。いろいろされてますもんね。ベビーカーの乗り方がおかしい。なるほど。そんなんあったんだ。ベビーカー捕まんもんな。うん。遊園地マップでベビーカー乗ったら曲げるもん。抜かれるからね、普通に。物資箱の当たり判定あったね。ドア通れんやつな。あれ結構あれだからな。あ、これグリッチなんですね。うん。懐かしいね。孤島のグリッチ。被災箱の判定これ同じだよね。一部キャラで、カネキのマックス。マックスって言いづらくない?マスクじゃなくて、マックス。異常になるバグ。荒野ランドで建物に車が貫通する。そんなんあったんだ。それ知らん。ボイスパッケージ、あ、これ、俺言われたわ。ボイスパッケージ5時があったっていうね。同じやん、みたいなね。当家の私服のフードがトップスから、これさ、なんか告知書いてあってから、告知のなんか、当家さんの名前が間違っとったっていうね。ホーム画面でカップル枠の相手が変な姿勢になる。あ、これ寝ちゃうやつね。チームメイトがキリされても、名前の横のダウンマークが消えない時があります。そんなあるんだ。この辺なんか全部同じ?ルームから戻ってくるとメンバー、五条のスキンを脱ぐと、足元に手が現れるとやばいっしょ。あと、そうね、乙骨のスキンの刀足に刺さるやつね、あるね。修正したんだ。ホーム画面でスキンや背景がピンク色になる。これピンクのバグまだあるよ、これ。このバグめちゃくちゃ多いよ。アプリ修復っていうかね、まあ、スペック低い端末で結構起きてますよね。まあ、ユニティあるあるですけれど、ピンク色のね、グラフィックが現れてしまうっていうの。結構まだ起きてるから、まあ、起きてるからこそ、回答もぼやかしてますもんね。そんな感じに来てるっていう声ですよ。まあ、いろいろあるっていう感じですよね。まあ、NGP のね、マントとかも先ほど言いましたように、まだまあイベント進むと思うんで、その辺ね、皆さんチェックしていきながらやっていくといいと思います。で、動画編集中にもう一つ来ましたね。メールの方ですね。NGP 専属マント先行体験イベントミッション、その1の報酬というわけで、1も来ましたよ。これもまあ普通にね、美味しいよね。だってログインするだけでもらえるんだったら別に何だっていいよね。こうやってもらえたらね。まあ、NGP パックの方もね、大量子とかワンチャン出る可能性あるんで、この辺とかね、もらえるミッションとかは、とりあえず参加ボタンだけでも押しといて、ね、まあ無理やりですね、クリアしに行かなくてもいいですけれど、まあ取れるもんは取っていった方がいいと思うんですよね。うん。まあ出ないですけれど、やっといた方がいいと思いますよ。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね、このチャージでもらえた牛勲章で三国志の16と AK 出たんですけれど、武器のところにあと何日って書いていないので、このガチャ終わってからも銃剣つけれますかと、まあその手の問い合わせね、この間したんですよ。ルーレットの方のやつしたんですけれど、返ってきた回答っていうのが、まあ、その機関の確認の方法なんですよね、うん、レベルアップの画面に書いてあるここ見れば確認できますよみたいな、いやそこ見て書いてないから聞いてるんだよっていう話であって、まあ、書いてなかったらイコール永久だっていう風な解釈をしろっていうことなんかもしれませんけれど、いやいや、じゃあ最初からその機関のところに永久でレベルアップ可能です書いとけだったら、今の表記じゃ不親切だけん書いとけ、それか問い合わせした時にいえ口頭で。どっちかにしろ。どっちもせずになんか、中途半端なところで浮かすとくのはダメやぞ。な。多分永久じゃなくて、不都合があったら縮めるかもしれないから、そういう風なね、ぼやかしてると思うんですけれど、ちゃんと回答しろ。わからんから、課金もできないからね、そんなんやったら。安心してね。まあ、拡張前提で課金したいと思っていても、そこがわからんかったら、課金しようがねえから、ユーザーからしたら。まずはそこ、言っとけ。な。
これマジで思います。で、次ですね、背景の動画でよく空爆機使っているけど、思ったところに飛んでくれないから、いつもは治療エリア買ってると。まあ、治療エリアの方が正直強いっすよね。結構回復してくれますし。いや、でもなんかね、爆撃使いたいじゃないですか。あれで倒したいじゃんね、結構。敵のことをね。あれで倒せれば結構いいですし、なんだかんだそこからね、相手も動かんといけんくなってくるから、使いどころによっては結構ね、爆撃強いんですよね。相手は、まあ、当たらないって分かっているけれども、一応その、ワンチャンね、当たるかもしれないから、動かないといけないっていう。それで動かして倒していくっていうね。相手を動かしたいから、嫌がらせがしたいから使ってるだけであって。まあ、中のが強いんですけどね。はい。で、次ですね。スカーのマガジンが長い。マガジンキャッチまでマガジンが取れてないねと。まあ、バレンタインのガチャのね、スカーですよね。まあ、冷静に考えたらこの銃って大丈夫なのっていう、まあ、構造の銃スキンって多いですよね。まあ、そもそも一番最初の方に出ていた、まあ、クールビューティーもおかしいからな。あんなだって、銃身自体がさ、冷えとったら、弾多分出ないよね。中で炸裂しないから冷えすぎて。そんな感じになってくるんじゃないですか。どうなんだろう。冷えてても、銃身自体が冷えていても、出るんかな弾って。わかんないですけれど。まあまあ、よく考えたらおかしい銃ってのはいっぱいありますよ。前、銀河さんが作ったね、バトルバスの M4 とかも、あれもだっておかしいよ。ね。あれ、暴発するでしょみたいな、思いますし。車とかもおかしいもんね。この車さ、ここ、引っかかるよねみたいな。まあ、見た目のやつありますけれど。まあ、さすがにゲームなんで。で、次ですね。シングル連打機多くで、うぜえと。まあ、連打機の話はサブでしたんで、そっち見てください。で、次ですね。ってことは、グロッサー限定で何かコラボレーション来たら、JP アカウントで引けるってことと。まあ、引けるというか、まあ、あれですよね。まあ、グローバルで、まあ、手に入れたスキンってのを JP に持ってきて、JP に本来はないスキンってのを使うってことは、まあ、今回のね、まあ、日中間引き継ぎでできるようになりますよね。まあ、あれ、でもそれ、よう考えたら結構いいんじゃないですか。例えば、この間まあ、その、グローバル限定で銀玉コラボの続編の方ですね。まあ、されてましたけれど、まあ、あれもね、だって、向こうの方限定で、まあ、AKα あったじゃないですか。7段階拡張できるやつ。あの AKα7 段階拡張して、まあ、JP の方に持ってきたら、まあ、それでね、珍しい、JP には本来存在しない AKα の最大拡張あります。みたいな、というアカウント売りますっていう風にできるわけですよね。で、それ結構なんか美味しくないですかね。転売価値あるんじゃないですかそれ。どうなんですかね。で、次ですね。スイッチで毎日スコープが覗けないですが、それはいつ治りますかと。そんなことあるんですかそんなのあるのね。やばいでしょ。やば。スイッチ。魔境だね。手こ入れする気ないんかな。で、次ですね。アニメとコラボするのは理解できるんですが、白猫や原始ナルといったゲームとコラボってのはできないんですかねと。まあ、あんま競合するサービスと、まあ、コラボレーションするって基本的にどこでもあんまないですよね。アニメ同士のコラボとかも、まあ、自社の同じ会社のその作品とかじゃない限りは、まあ、あんまないでしょ。めったにないと思うんですよね。もうややこしいしね、やったところでメリットがまあ、あんまないっていう。そこね、やるまでのハードルが高いにも関わらず、やってからのメリットがあんまないから難しい。まあ、それでメリットがあるのは、まあ、スマブラぐらいですよね。本当になかなか難しいんじゃないですか。やる理由もあんまないし、まあ、同じ労力をかけるんだったらアニメの方がいいよねっていう風になっちゃうと思うんで、まあそういう意味でもやりたくないというか、する意味がする得があまりないっていう方がもしかしたら大きいかもしれませんね。まあ、特にね、まあ、中国企業同士ってめちゃくちゃバチバチなんで、違う中国企業のサービスを、まあ、半ば宣伝する扱いになるっていうのは、まああんま好きじゃねえっていうのは、まあ、正直ね、まああると思いますし、あとはまあ同じジャンルのゲームとコラボレーションするのもまあ基本的にないですよね。PUBGとかね、APEX とか、まあ基本的にそういうのはまあまあどこでもあんまないんで、まあまあやらなさそうかなっていう風に、まあ正直まあ思いますね。はい。まあやるとしたらまあ例えば日本のね、まあなんかコンシューマーのゲームとか、まあバイオハザードコラボもあれまあ映画ですけれど、まああれ元々ゲームなんで、まあ遠巻きに考えるとまあゲームコラボって考えてもいいと思いますし、まあそういう競合しないタイトル、そしてプラットフォームも競合していないとかやったらまだできると思うんですけれど、まあプラットフォーム、スマートフォンっていうね、プラットフォームが競合しているんだったら、まあすごくやりづらいですし、まあ、やったところでなっていう風になると思いますよ。まあ一応 KOF クラブとかもね、まあゲームとのコラボレーションなんでなくはないっていう。ただまあジャンルはやっぱ被ってないですし、あとはその出演する側の作品の方が立場が低い時じゃないとちょっと難しい。まあ、あの時ってのは KOF を宣伝したいから、まあ、お金を払ってでも、まあ、コラボレーションしたいとか、あとは宣伝したいっていう風に、まあ、考えられていたと思いますので、まあ、そういうところもあって、まあ、KOF ね、まあ、コラボレーションはしましたけれど、そこまでいかないと基本的にまあいろんなゲームってのは、まあ、あんまりコラボする意味ないなみたいな。まあ、ネットエースにその他に売りとなるようなタイトルが、まあ、あるんだったらゲーム同士のコラボとかね、そういうのっていうのはまあ例えばサイバーエージェントとかよくされてますけれど、まあ、そこら辺じゃないとまあちょっと難しいというか、ポン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 やりづらいってのはあるんで、まあ、ネットイースがね、まあ、日本で他でよく売れているタイトルってそんなあるわけではないですし、まあ、キャラゲーじゃないからコラボしづらいっていうのも、まあ、正直ありますもんね。第五人格とコラボレーションして、じゃあ第五人格のどの要素を持ってくるんかって言われたら、別にキャラがいるわけじゃないからね。例えばその原神みたいな感じ
でね、7持ってくるよとか、国勢持ってくるよみたいなことってのはできないわけじゃないですか。ここら辺がまあ、やっぱ、運用のしづらさってのもあって、なかなかってのはあると思いますね。まあ、キャラゲーだったらほんとコラボしやすいっすよね。ミホヨとかだってこの間、去年かなぐらいに、原神とあの、崩壊サードのコラボレーションをしていて、まあ、崩壊サードの方に、まあ、原神の国勢とか、ね、そこら辺フィッシュルとかが出たんですけれど、まあ、あれ見て、まあ、やっぱそのゲームって、売りとなるようなキャラクターってのが、いるような、まあ、売り方ってのができればいいよなっていう。それは去年さ、コアコードームが、まあ、ご利用してるね、ニキシアの方売ってくるってこと、モジョリンの方売ってくるってこと、それはするわなと思いましたもんね。キャラが売れてしまえば、それをね、違う自社のゲームに持っていくことによって、まあ、なんもない時期の時に、まあ、例えば、第五人格の方でコアコードコラボみたいな感じで、ニキシア持っていきますってこともできるわけで、それがね、なかなかコアコードームまだできないから、ね、一つなんかキャラクター出しときてえな、みたいな、ゲームの中で、まあ、そういう売りとなるようなキャラクター作っときたいなっていう風には、まあ、ずっと思ってるんでしょうね。キャラゲーないしな。うん。そう、ネットエースキャラゲーないんだよね。まあ、あってもなんか、アニメとのタイアップのやつとか、うん、中国の方で、まあ、先行で展開していた、まあ、とあるのゲームとかね。まあ、スクエニと一緒に作っていたやつ。まあ、あれとかしかないっすもんね。うん。まあ、あれも持ってくる、コアコードには持ってこれんしなっていうふうに思いますし、第五人格も合わんしなっていう。まあ、なかなかね、キャラ、自社のキャラクターってのがいないから、いればいいんですけどね。まあ、あの、名越プロデューサーのあの、スタジオ、ネットエースのですね、100% 趣旨で作られたじゃないですか。まあ、そこでなんかゲームができるよっていうタイミングで、まあ、リリースされる直前ぐらいでコラボレーションとかは、コアコードの方でワンチャンしそうですよね。